写真拡大。今大会も目が離せない試合が続きますね。僕は智弁和歌山の黒川くんと東西くん、西川くんの5期連続トリオに注目しています。長い高校野球の歴史で、昨年までは PL 学園の清原・桑田コンビら9人しかいなかった甲子園5期連続出場選手ですが、なんと今大会で彼ら3選手が一気に加わりました。甲子園に出続けるチームもすごいし、1年夏からメンバー入りした彼らもすごい。中谷監督がコーチに就任した年に入学した3年生が、監督に夏初勝利をプレゼントしたわけですよね。1年生4番の徳丸くんも存在感があり、強打の東西くんが6番に控えているのも心強い。投手陣は池田陽くん、小林樹くんの2枚看板が安定していました。今大会は智弁和歌山に風が吹いているような気がします。第2試合では明徳義塾馬淵監督の投手交代や伝令のタイミング、立ち上がって指揮する様子など、さすが百戦錬磨の監督と感じました。歴代4位タイの通算51勝もすごいですね。1位は智弁和歌山前監督高島さん、2位が PL 学園元監督中村さん、3位は大阪桐蔭西谷監督と関西勢が上位ですから、東京出身の6としては東海大相模門馬監督らに頑張ってもらい、関東を盛り上げてほしいと思います。渡辺謙、渡辺謙1972年9月23日、東京都八王子市出身。小2で野球を始める。93年、都立日野高校の同級生だった小島和也に誘われ、お笑いコンビ、アンジャッシュ結成。